ショルダーバウンススラックウィップです。まあ、正直名前長いですよね。ショルダーバウンスとかでいいと思います。この技だけじゃなくてね、長い名前の技好きなように省略して呼んでください。文字通り、こうやって肩にストリングを当てて、その後再びヨーヨーにストリングをかけるという技になっています。最初のね、乗せるところからちょっと変わったことをしているので、見ていきましょう。まずは、前にフォワードパスをします。そしてフォワードパスをしたら、こうやって人差し指にストリングを当ててるんですね。こうで、こういうことね。で、このまま行けばフォワードパストラピエスになります。なんですけど、そうじゃなくて、フォワードパスをしたら、人差し指を当てて、そしてその後ですね、利き手の人差し指で、奥からヨーヨーの近くのストリングを取って、こうやって乗せるわけですね。本体表面で行きましょう。こういうことね。この状態で利き手の人差し指と親指でストリングを挟みます。こうやって挟むというかつまむかな。そして反対の人差し指を離しながらヨーヨーを手前に振ります。いきますよ。はい。するとね、機動的に自然ともう肩にストリングがこうやって乗るはず。正面に投げて乗せる、つまんで離しながらヨーヨーを手前、はい、こういう感じね。で、肩にストリングが乗ります。乗ったら、この後、ヨーヨーを前に回します。紐のことは一旦忘れます。すると今、勝手にストリングが動いたでしょ。で、トラピーズになっていれば成功ね、こうやって。そしたら、ストリングをほどいて、キャッチと。こういうわけですね。流れを把握したら、今度は真上からさらに詳しく見ていきましょう。まずはフォワードパスをしながら人差し指にストリングをかけます。人差し指を上から押し付けるようなイメージですね。この時人差し指以外の指は完全に閉じておきましょう。そのまま今度は利き手の人差し指をヨーヨーのすぐそばのストリングにこのように手前から当てます。これも利き手の人差し指を上から押し付けるイメージで OK です。そしてその押さえたストリングにマウントします。この時あらかじめ利き手の中指のストリングはこのように中指、薬指、小指の3本で握っておくとストリングがはっきりと分かれて1本だけに乗せやすくなります。マウントした後も3本指は握ったままにしておきます。これは最後にキャッチする直前まで離しません。利き手の人差し指と親指でストリングをつまんで固定します。ちょっと指が痛いくらいつまみましょう。反対の人差し指を離しながらヨーヨー奥から上、こんな風に振り上げます。するとこのようにストリングが肩に当たります。次にストリングはつまんだままヨーヨーだけを前に振ります。さっき回してきた方向にそのまま返してあげるだけですね。しっかりとヨーヨーに勢いをつけて振るとストリングが後ろから追ってくるように勝手についてきます。そのついてきたストリングの人差し指と親指でつまんでいる方をヨーヨーにかけます。ストリングがかかる瞬間に親指を離せばヨーヨーが着地します。これを振り上げて肩に当ててからヨーヨーにかけるまで止まらずに行います。肩でストリングを軽く弾くようにすると綺麗に輪が飛びます。最後にストリングをほどいてキャッチすれば成功です。ストリングを綺麗に弾くコツはヨーヨーを振り上げてストリングが肩に当たる直前にヨーヨーを前へ振り返すことです。無理に素早く振らなくても程よく勢いがついていれば十分にストリングは弾けて綺麗に飛びます。ポイントは必ずこまめに寄りを取ること。この寄りがね、ちゃんと綺麗な状態じゃないとこのね、肩に振れた時に綺麗な的ができません。ストリングを取れませる技はこまめに寄り調整しているということが習得 そのスピードに直結しますので、寄り調整はサボらないようにしましょう。おすすめの寄り調整はストリングツイスト、ミニサイドワインダー、そしてバインドサイドワインダー、このあたりです。
そして応用技なんですが、これね、最後のほどき方をちょっと変えます。いきますよ。リップコードをしながらそのままバインドにつなげてるんですね。このね、こう、この形リップコードをしたらリバースラピーズになってるんで、このままバインドできる。なんならこうやって直接サマーソルトバインドにつなげることも可能です。で、これをテンポよくテキパキとキレよく行うと、なんか数秒の間になんかいろいろなことやってるように見えませんか？結構ね、コンパクトにコンボとしてまとまってて、なかなか他の技にない動きが最初にあるので、見栄えしていいと思います。食い事とかイエローホップの要領でこうやって繋げて入ることもできますし、結構ね、他のコンボと繋げたりする練習もおすすめです。はい、というわけでおすすめの要領を紹介します。この技、あんまりスリープがいらないように見えますが、結構ね、他の技でも言ってるんですけど、スリープが長い要領の方が練習効率は上がります。これは短い工程の技でも同様で、失敗しても何回もこうやり直せるんですよね。見せ直して、はい、はい。何回もね、投げ直さなくても、こうやって何回も同じ練習ができる。これがね、スリープが長い要領のすごくいいところなんです。なのでスリープが長い要領、まあ特にメタルの要領ですよね。メタルの要領で前のセッティングの要領をおすすめします。で、僕のシグネチャーモデルクラウンとか、あとラディウス、ネクサス、サイバークラス、シャッターあたりかなりおすすめですので、ぜひ皆さんこの機会にメタルデビューをしてみてください。メタル持ってる人は2個目買ってもいいんだよ。というわけで、このショルダーバーススラップイップ、いい技だな、面白い技だな、習得できた、今やってますっていう方、ぜひよかったらね、コメント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントの方ではできた報告、練習してます報告、他には質問もね、全然 OK ですんで、どしどしお寄せください。それでは次回のトリックツリーでお会いしましょう。